マーキュリー・レッドストーン3号、マーキュリー・レッドストーン3号、マーキュリー・レッドストーン3号、MR-3、通称フリーダム7は、アメリカ合衆国発の有人宇宙飛行である。宇宙飛行士、アラン・シェパードを登場させ、1961年5月5日に発射された。MR-3 は、マーキュリー計画における最初の有人飛行であり、 同計画の主眼は飛行士を地球周回軌道に到達させ、かつ安全に地球に帰還させることにあった。シェパードのフライトは15分間の弾道飛行であり、その主な目的は、発射時や大気圏再突入時の強烈な加速度に人体が耐えられるか否かを検証ることであった。シェパードは自らの宇宙船にフリーダム7と命名した。これに倣い。 その後の6名の飛行士たちも自分が乗る機体に独自の名前を付けることとなった。マーキュリー計画で有人飛行をした機体の名称にはアメリカ発の7名の宇宙飛行士、マーキュリー7にちなみ、すべて数字の名のが付けられていた。シェパードの機体は高度 187.5km に達し、水平距離 487.3km を飛行した。また、 大西洋沿岸のフロリダ州、ケープカナベラル空軍基地から、レッドストーンロケットによ、マーキュリー宇宙船が打ち上げられたのは、これが4度目のことであった。飛行中シェパードは地球を観測し、また姿勢制御装置をテストして、宇宙船の熱射平板を、進行方向に向け、大気圏再突入に備えた。さらに彼は逆噴射ロケットにも転加した。弾道飛行では、宇宙船は、 野球のフライのように地球の重力に引かれて自然に落下してくるため逆噴射は本来は行う必要はないのだが今後の軌道周回飛行では帰還の際に絶対的に不可欠になるものであるため宇宙空間における噴射試験を実行したのである再突入後宇宙船はバハマ沖の北大西洋にパラシュートで着水しシェパードと共にヘリコプターでホイストされ アセスレイクシャンプレーンに回収された。この飛行は技術的には成功したものであったと言えるが、3週間ほど前にソビエト連邦のユーリガガーリンがボストーク1号で地球周回飛行を達成していたという事実があったため、アメリカ国民の自尊心を満足させるものとはならなかった。宇宙船フリーダム7の機体が ケープカナベラル空軍基地に届けられたのは1960年12月9日のことであった。当初は宇宙船が使用可能な状態になればすぐに発射できるものと期待されていたが、カプセル7は飛行の安全が確認されるまでにはさらなる開発と試験が要求されることが明らかにな。だがこの機体は初の有人宇宙飛行用として夏以来保管されてきたものであったため、 大体のものを使用するよりは、この特別な機体が準備完了になるまで飛行を延期するという決定がされ、発射予定日は3月6日に定められた。発射機に使用する予定だった、レッドストーム3は12月初旬にすでに、ケープカラベラルに届けられていたが、このロケットは、その後12月19日にマーキュリーレッドストーム1、英号の試験飛行に使用された。 大体機のレッドストーン7は3月下旬までケープ基地に届けられなかったが、この時にはすでに他の試験飛行の結果を待つために計画は延期されていた。レッドストーンロケットの安全基準に関しては、1960年の後半から多くの懸念が湧き起こってきていた。チンパンジーを登場させたマーキュリーレッドストーン2号の試験飛行では、宇宙船の高度、飛行距離、 速度が増すにつれ、様々な技術的問題が発生した。その結果飛行時間は、当初の予定より2分長くなり、飛行士は、大気検査突入の際、最初の計画の、約1 2ムよりも大きい1 4 7ムの、加速度にさらされることとなった。また着水点は、直近の回収船よりも60マイル離れた場所となり、ヘリコプターが回収に駆けつけるまでの時間は2時間半後。 超えてしまい、その時までには宇宙船も飛行士もほとんど水没してしまうことが予想された。これらの理由により NASA はさらなる改良作業を行うことなしに MR-3 を発射することを望まなかった。2月の下旬までにロケットには試験が必要とされる7つの大きな変更点が残されてたためマーキュリーレッドストーン発射機開発試験飛行と呼ばれる 追加の試験飛行がスケジュールに組み込まれた。これは3月28日に打ち上げられることになっており、MR-3 の飛行は4月25日まで1ヶ月近くも遅れこととなった。MRBD の飛行はほぼ完璧に成功し、MR-3 の有人飛行をさらに大きな遅れを招くことなく進行させることを保証した。MR-3 の飛行士は、 この数ヶ月前の1月上旬、マーキュリー計画の責任者、ロバート・ギルルースによって選ばれていた。ギルルースは、アラン・シェパードを第一候補とし、ジョン・グレントがスグリソムをバックアップ要因に当たらせた。また他のマーキュリー7の飛行士らには、後の飛行に備え引き続き訓練を継続させた。3人の名前が公表されたのは2月22日のことで、この時点では、 誰が飛行するのかについては何も言及されなかった。当初の予定がキャンセルされた際、ギルルースは最後の瞬間に飛行士の交代が要求されるような事態が発生した場合に備え、シェパードの名前だけを公表していた。発射当日にはグレンがバックアップ要員として待機し、グレンは次の弾道飛行であるマーキュリー・レッドストーン4号に備えて訓練していた。 最初の発射予定日は5月2日だった。シェパードは宇宙服に身を包みたい機室で準備していたが、発射の2時間20分前に悪天候で中止となった。日程は2日後に組み直されたが、さらなる天候悪化のため5月5日の午前7時20分まで順延された。発射の秒読みは前日の午後8時30分に開始した。起床すると、シェパードは朝食にステーキ。 卵、トースト、コーヒー、オレンジジュースを取った。このステーキに卵というのは後に宇宙飛行士の発射当日の朝食として伝統的に受け継がれることとなった。宇宙船には予定時刻の午前7時20分より2時間ほど前の午前5時15分に乗り込みだが、午前7時5分上空の雲が晴れるのを待つのと電力供給機器の修理のため、 秒読みが1時間中断された。地球の観測写真を撮影するためには、雲がないことが必須であった。ところが、秒読みが再開された直後、コダード宇宙飛行センターのコンピューターを再起動するために、さらに発射が延期された。予定外の中断により秒読みは、最終的に2時間半ほど遅れて再開されたが、これ以上の故障を招くことなく継続された。 これらの遅延のためシェパードは船内にほぼ3時間も閉じ込められるととなり、その結果強烈な尿意を催し始めたことを発射管制防護施設の飛行士らに報告した。弾道飛行は20分以内で終了することになっていたため、船内に尿回収装置を設置する必要があるなどと予想したものは誰もいなかった。管制室の飛行士らはホワイトルームを再度設置し、宇宙船の 固く閉じられたハッチのボルトを開封するのは多大な時間を要するため不可能だと説明した。これに苛立だったシェッパードはもしトイレに行くために外出できないのであれば中腹の中に排尿すると述べた。管制室はそんなことをすれば医学的データ計測のため体に貼り付けてある電極がショートするかもしれないと言って反対したが、シェパードはそれなら 電源を切るまでだと言ったためついに根負けし、ようやく彼は苦痛から解放されることとなった。仰向けの状態で座席に座っていたので尿は彼の背中の部分に溜まったが、宇宙服の中は酸素が循環しているので体はすぐに乾いた。午前9時34分、ようやくマーキュリーレッドストーン3号は発射された。打ち上げの様子はテレビで中継され。 全米のおよそ4、500万人が視聴したと推定されている。ロケットは2分22秒間燃焼し、エンジン停止の直前シェパードは最大6 3グラムの加速度にさらされた。フリーダム7の空間固定座標の速度は時速 8262km で予定されていたものとほぼ同じであった。10秒後、緊急脱出用ロケットが切り離された。 3分が経過した時、姿勢制御用ロケットが自動的に噴射式体を反転させ、大気検査突入に備えて、耐熱保護板が進行方向に向けられた。この時点で手動の姿勢制御装置が使用可能になったため、シェパードは宇宙船の姿勢をコントロールできるかどうかを試した。彼が最初に言ったのは、逆噴射に備え宇宙船の先端を34度下に傾けることだった。 その後手動によるヨーイングとローリングの制御を試みた。三軸すべての制御をテストしてみたところ、地上でのシミュレーターとほぼ同じ反応をすることが判明したが、地上では聞こえたロケットの噴射音は雑音で聞き取ることはできなかった。次の目的は宇宙船から地表を観測することだった。自動操縦に戻すと地面の大部分は雲と容易に判別することができ、 海岸線や島や大きな湖は見分けることができたが、街を特定するのは困難であることが分かった。また、初期のマーキュリー宇宙船は観測窓ではなく小さな潜望鏡を備えていたが、操作するには困難を伴った。宇宙服の手首につけられている圧力計が緊急脱出用ロケットの作動レバーにずっと引っかかっていて、レバーを誤作動させてしまう可能性があったため、 潜望鏡の光学フィルターを交換する作業は断念せざるを得なかった。脱出ロケットはすでに切り離されており、仮にレバーを動かしても何も問題は起こらないはずだったが、シェパードは予想外の事態を引き起こすリスクを望まなかった。自動操縦下で最高高度に到達した時、宇宙船はわずかに姿勢を変化させていた。シェパードは操縦装置をフライバイワイヤーに設定した。 このモードでは、個々のロケットは手動で制御されるのではなく、自動制御装置がロケットに点火して、機体の姿勢を要求される状態にし、飛行士はそのための指令をコントローラーを使、自動装置に送るようになっていた。ロール角と溶角は調整できたが、ピッチ角は要求される35度よりも10度ほど浅い25度であることがわかり、この修正をしている間に時間が来て、 逆噴射用ロケットが点火され、再突入が始まった。逆噴射ロケットは、熱保護板の上に、ストラップで取り付けられているため、再突入の前に投記されなければならなかった。切り離しは成功したが、計器板の確認のランプが点灯しなかったため、切り離し装置がロケットを完全に放出したことを、確認する前にそれ無効にし、手動装置を起動させなければならなかった。逆噴射後、 自動操縦装置が再突入に備え機体の制御を引き継ぐ前、シェパードがフライバイワイヤーの状態に戻すと極めてスムーズに宇宙船を操縦できている実感が得られたと告げした。その後加速度が最大の1 1 6ムになるまで彼は操縦を続け機体が安定すると自動操縦に切り替えた。高加速度は予定より早かったがパラシュートは 予定通り展開し、高度6400メートルで減速用パラシュート、3000メートルで主パラシュートが開いた。着水の際の衝撃は、ちょうどジェット機が航空母艦の上に着艦するようなものだった。フリーダム7は機首を上に向けた状態で右に約60度傾いていたが、水が侵入するような兆候はどこにも見られなかった。機体はすぐに正常な姿勢になり、 シェパードは上空を旋回する飛行機に着水は正常に行われ回収のための準備が整ったことを報告た。数分後、回収用ヘリが到着した。宇宙船のアンテナに若干の問題が生じたが、機体は飛行士が脱出できるようわずかに水上にすり上げられた。シェパードは身をよじるようにして、ハッチから抜け出すと、救出用のカゴに乗り込んだ。ヘリは彼を機内に収めると、 宇宙船と共に回収船である空ボレーク、シャンプレーンに向か。作業は着水から艦上に宇宙船を乗せるまで全部でわずか11分しかかからなかった。飛行時間は15分22秒で、フリーダム7は発射地点から 486km を飛行し、最高高度は 187.5km だった。また着水点の座標は、最高速度は、 時速8 3 4 0キロメートルだった。計画終了後に技術者たちが宇宙船を検査したところ、状態は非常に良く、一時は他の飛行にもう一度使用することに決定仕掛けたほどだった。機体は NASA からスミソニアン博物館に引き渡され、2012年までメリーランド州アナポリスの海軍兵学校に展示されていた。それ以降は、 マサチューセッツ州ボストンのジョン・カイ・ケネディ大統領図書館に展示されている。1961年6月、ローリーレコード社はフリーダム7の宇宙飛行という題名でウィリアム・アレン・オーケストラを特集した45回転のシングルレコードを発売した。この曲では管制センターと飛行士の間の会話が音楽をバックにして再現されている。 マーキュリー・レッド・ストーン3号の飛行は HBO の人類月に立つというテレビシリーズの中の実行できるのかという題名の回でドラマ化されている。またマーキュリー計画を扱ったトムールフ原作の小説ライトスタッフは同じ題名でフィリップ・カウフマン監督により映画化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。